私は緑色の少年、お前を連れていく。僕狙い、奴に繋がる脱獄。おとなしく従えば。オール・フォー・ワンからの刺客。手足は残してやる。動いたな。間違いない。秘匿改善デバイスが壊された。元公安直属ヘディ・ナガン。もうねえよ。局長、そんなレベルの残党じゃ。手をつけるわけだ。ホースがなきゃとっくにやられてる。約1キロ先に引く間、この連射をしのぐより詰める。2発も防がれたのは初めてだ。レディナガンにワン・フォー・オールよりも。どうなって仲間がいる。そうか、クソ。ワンの資格なら当然与えられている。気を止めて生け捕りにしたいはず。さっきの背中に当たった弾は軌道を予想して撃つより直感的に当てられる。よっ、縮めてきたんだ。連射されたらフォースでも対応しかせ。全開構成か。ヘイヘイヘイ、9代目。相手はいわば高速移動長距離砲台。あ、それもしかして君のやろうとしていることはわかる。自身が言っていたことだ。それが終わればまた一つ増やしていく。遅いくらいです。ここで習得します。サード、ハッキー、射撃せ。四方にデコイを放ち、撃破のタイミングでナガンが上空にいることを確認。細かい位置はわからないから、いきなりは飛び出せない。このガキ、煙の中で何かした。さっきまでより早い。できたら発見で確保。勝ったとでも言うわけねえだろ。なんであなたはヒーローだったのに。後ろ、疲れちまったのさ。いろ、ハリボテの社会を維持するためにたくさん殺した。人癒着し、名声と金を得ていたヒーローチーム、全て公安の秘匿命令だ。当時の公安委員会会長を殺害。知らなかっただろう。中枢の揉め事、造反など見せられやしないのさ。そんなもの取り戻してどうなる。そこフィルス、一点突破。弾道から私のパターンを分析してる。白と黒だけじゃない。世界のほとんどはグレーで、不安や怒りが渦巻いてる。でもちょっとずつ分かってきたところなんだ。だからこそ、そこに手を差し伸べなきゃ。ならば思考を増やしてやる。先、己の過失で死なれちゃ目覚めが悪いだろ。午前プラスワン・フォー・オール 45%。 僕ら世代なら誰もが知ってる。1100%。 ありえねえ。こいつは迷いなく敵だと認識した上で、まるでそうすることが当然かのように。記事 100%。 マンチェスターセーバーチェー。精神は砕いた。いつからだっけ。あなたの心はまだヒーローのままです。先に撃った弾、軌道を知ってるあなたなら、僕らと一緒に戦ってください。だよ、お前は本物。結局最後までいいように使われるだけ。